どうもどうも。こんばんは。今日はですね、フェイクについて考えたいと思います。今世の中で大流行りのフェイクニュースのフェイクではなくてですね、ジャズでフェイクという時は即興演奏を表すというふうに理解していいと思いますが、例えばメロディーをフェイクしながら吹くということは、即興を交えながらメロディーを、展開させるというような意味で良いかと思ってます。例えば。オータムリーブスの、サビ前までですけどね、これをアートペッパーが、どういうふうにフェイクしながらメロディーを綴ったかということをちょっと再現してみたいと思います。これがフェイクと言って、いいと思うんですが、注目すべきはですね、メロディーのパターン、原曲のメロディーはね、その最初のフレージングに沿ってリズム的にもアプローチしてますが、アートペッパーはそれをいちいち変えてますね。というふうにしてます。そしてそれを踏襲することなく、次はクリアにとやってます。そして次はまたさらにメロディーを8分音符の、音符に変えて、ここで、アートペッパーはレの貝指を使ってます。レギュラーの指であればこういうことになるわけですが、レの貝指というのはこのドにサイドキーのレシャープのキーを押したこの形。これを使ってますね。ここがすごい特徴的です。そしてその次のここではレギュラーのレに戻してますね。そしてまたこのリズミックに、シンコペーションを使ってメロディーを、展開させてますね。すごい工夫を凝らした展開になっていると、解釈しています。ここでまたレの貝指を使ってますね。またレギュラーの例に戻してます。こんな風にいろいろ展開さ、このサビ前でいろんなことをアートペッパーやってますね。リズム的な
アプローチの工夫と、そして音の音質を、まあ、レギュラーの例ではちょっと曇る感じの、まあ、ある程度サックスやる方はみんなご存知の通り、ちょっと曇る感じですね。まあ、楽器の構造上の蓋が全部、多くの蓋が塞がってる状態、それとは逆に開放にされてる状態の例の場合はカラッとした音になります。まあ、こんなことやってますね。これを参考にして、メロディーを、例えば枯葉をやってみると楽しいかなと思います。それではまた、どうもどうもでした。